知っていたんでしょう。この秘境からそれほど遠くはなかったからね。私が迎えに来ても不思議はないでしょう。あなたの行動は大陸を壊滅させ、恐怖と絶望をもたらしたのに、数百万の罪のないミスティたちがダークエネルギーに殺された。私がここに来る理由は分かっているはず。あら、全部私のせいにするの？それとも直接私を殺してあなたの願いを達成させる？貴様、よく考えてみて。あなたが言った罪のないとは一体どういう意味かしら。本当に一人のミスティの力だけでこの大陸の全てのダークエネルギーを支配できると思っているの？その罪なきミスティたちはかつてあなたをどう扱ったのかしら。ただの操り人形？死んでも構わないモブ？闇が彼らを汚染したのか？それともダークエネルギーを招いたのは彼ら自身？聖守護団のメンバーはダークエネルギーを利用してさらに強い力を得ようとしているわ。嘘！聞いて、私はあなたに手を出すつもりはない。本当よ、あなたの勇気は尊敬に値する。だから目の前のことを理解してほしいの。あなたはこの世界を変えられる数少ない大陸のミスティの一人。信仰や正義というものを語る人に騙されないで。あなたの人生はまだ長い。盲目的に能力を追求するばかりの下等ミスティよりもはるかに長いのよ。ストリア神聖守護団は大陸最後のミスティ文明の組織。城が壊された後、守護団は城の再建と住民を守る使命を担っていた。守護団は現存する最強のシェラミスティ、天孫様を最高の神として信仰し、武力と元素の魔法を操り、団長サイナーと副団長のリサの導きで、守護団は引き続き、侵入した魔物を退治した。そして、ストリアの廃墟に、新たなミスティ浄土を建てた。リサ、黒猫が帰ってきましたよ！黒猫が？私たちが何年も追ってきた黒羽の痕跡を見つけて、彼女が身につけていたものを持って帰ってきたんですって！作戦室で待つように伝えろ。すぐ行く。はーい。それから。何ですか？二度とイサと呼ぶな。端的に言えば、ダークエネルギーの侵入は未だに続いている。我々は、場外の汚染された生き物の動向にも警戒する必要がある。もしお前が見つけたものが価値のある情報なら、私はそう願うが。見せてみろ。これは？黒羽のものよ。私は彼女を追って、呪われた森の奥まで行ったの。彼女は私と何度か戦って、逃げていった。その時に落としたものよ。奴の正体は？エアーエリア。最も神秘的な異能を持つ支配者でした。かつて守護団で、
外の生き物からの攻撃を何度も防いだんですよ。たった一人で。彼女はどこへ行ったのだ。汚染された生き物が城国を破壊した時に彼女は消えて、その後彼女を見た人はいません。みんなエイアーは汚染された生き物との戦いを恐れて逃げたと考えていて、歴史書にもそのように記されています。でもその大災厄から100年以上も過ぎていますし、エアーはとっくにこの世界から消えているんじゃないでしょうか。エアーはダークエネルギーを制御し、またその侵食を受けないシェラミスティだと言われていた。我々の知る限り、彼女はダークエネルギーを持っている唯一のシェラミスティだ。異能は確かに人を長い間年を取らない状態に維持できるが、まるで時間の流れが体に閉じ込められているかのようだな。リサ、去ったエアは何歳だ？ちょっと待ってください。ここには書かれてないですね。19歳。これは彼女が言っていた年です。彼女はシェラミスティだから、この国で生まれたミスティではないとしても、彼女の素性を疑う者はいません。今はエアーは逃亡先にいるだけでなく、おそらく汚染された生き物を守護団からかくまっていると思われます。この新しい任務はお前がいないと完成しない。二つの山の境目には非常に狭い天然の通路があって、迷いの峡谷と呼ばれている。しかしこの通路は長年濃霧に覆われていて、そこには攻撃性の強いダークエネルギーが数多く隠れている。ここを通ったミスティは二度と戻ってこなかった。前に派遣された特派も同じだ。お前は私たちのメンバーではないが、能力は守護団の中でも1、2を争うほど高い。迷いの峡谷で何が起こったか、調査をお前に依頼したい。この問題が解決できれば、我々は神に強いエネルギーを求めることができる。何一つ発見できないまま先見特派は死んだのね。知らない方がよかったわ。これは最高機密だ。我々のイメージを守るため、都市のミスティたちを安心させるため、戦いに失敗は許されない。これがお前にとってどういう意味かわかるだろう。死ぬことなど認めない。どちらにせよ、それは私にどうこうできることじゃないわ。峡谷に送られるということは、戦って勝つか、あるいは私が死ぬかでしょう。そんなこと言わないで。サイナーのことは信じられなくても私を信じて。幼馴染を死なせたくない。分かったわ、送って。峡谷の奥の状態は不明だ。魔法で送ることもできるかどうかまだ分からんのだ。この通路は峡谷の入り口に通じている。気をつけて行くぞ。まだやることがたくさんあるからな。
かしいわ。この場所には穴なんてないはずだけど。ああ、人のものを勝手に動かしちゃダメだよ。あれ？あれあれ？おかしいな。君は蝕まれていないミスティだね。どうして一人でこんなところにいるの？怖くはないの？そうね。警戒してるわ、あなたを。こんなところで君みたいなミスティを見るのはちょっと変だよね。今ここで殺してあげようか。まあそう固くならないでよ。君を殺しても僕には一銭の得にもならないから、とりあえずやめておくよ。どうせここに入れば君も一人では生きていけない。あなたは誰？なぜこの場所にいるの？自分で言うより先に相手に質問するのか？失礼な子だな。まあいいか。普通のミスティと言い争いたくないから教えてやろう。僕の名前はヴィラン、名もなき宝物収集家だ。僕は大陸でいろいろなものを集めてこの幻霊の里に置く。それから僕にはダークエネルギーの力は及ばない、そういう種族でね。姉さんはこの能力を生かして魔物に対抗しているけど、僕はね、せっかく大陸のどこでも行けるんだから、隅々まで冒険して宝物を集める方が面白いと思うんだけどね。それで君は誰？まあそれは僕にとってはどうでもいいんだけど、いい感じの原爆を僕のところに持ってくれば君に宝物をあげるよ。わかったわ。初めて会った記念に宝物をあげよう。きっと必要になるよ。君ならきっと原爆をたくさん集められるよ。じゃあね。もし君が生きていたらまた会おうね。ここが峡谷でのキーの源。長い間ここには誰も来なかったのに、生命の息吹を感じる。あなたは生きているミスティ？あ、変な質問をしてごめんなさい。ここはいつも私と同じような魂が来ているだけだから、ちょっとドキドキしちゃいました。私はクリス、大陸の指導者。あ、それはもう50年も前のことですけれど、肉体がなくなってからも私はずっとこの場所にいます。ここは私の家、峡谷の霧の奥に隠された場所。いろいろな障害を乗り越えてここに来たのでしょう。
何かご用ですか？外に浮かんでいる建造物は何？あの建物は昔から存在し、ミスティによって見える形が違うと言われています。あれが峡谷でのキーの源？この場所の怪物と関係があるとは私は思えない。以前、世界が繁栄していた頃、私は他の土地でもあれを見たことがあるんです。当時のミスティには、蜃気楼と呼ばれていました。現象があちこちに現れるので、少し怖いのですが、みんなは理想郷の象徴だと思っているみたいですね。でも今は、そこは強いエネルギーに包まれているように感じて、近づくことはできません。私は、自分が誰なのか覚えていない。黒猫か暗影と呼ばれているわ。ストリアの守護団が私に霧の峡谷の異変調査を命じたの。彼らはいつも危険な任務を私に依頼してくる。でも私は今まで失敗したことがないわ。ああ、あなたも忘れ去られた放浪者だったのですね。あなたはとても得意な存在のよう。私はそれを解き明かしてみたい。これは一体、体内のエネルギーが見えないなんて、まさか。いえ、きっと私の思い違いでしょう。峡谷での変異は一掃されました。外には元の場所に戻れる異次元の道があります。けれど、あなたのことは何一つわかっていません。私は必ずあなたの謎を解明してみせます。